こんにちは、すずです。私は、1年ちょっと前に東京から屋久島に移住した移住女子です。で今回は、東京に帰省した様子を動画にしました。でこれ2本目で、続き動画となってます。でまだ1本目見てない方は見てください。カプセルホテルに今回宿泊しました。ここスーパー銭湯なのでお風呂も気持ちいいし、カプセルホテルって料金も安いのでなんかお得だなって思ってここに宿泊しました。でなんかお土産売り場になんか埴輪が売ってて、土偶かなわかんないけどすごい可愛くて思わず買いたくなりました。で成田空港空の湯までのアクセス方法は、成田空港から無料のシャトルバスが出てるので、今回それを利用して私はやってきました。で成田空港から電車に乗って、移動していきます。でファミマがねあったんだけど、すごくない？これ自販機。自販機のファミマ、もう無人だよね。すごい、コンビニってもう人もいらなくなったんだってめっちゃびっくりしました。すごい種類も豊富でさ、サンドイッチとか飲み物とかいろいろ売ってました。久々の電車、緊張する、緊張する、うまっドキドキ、大向かいです、自動販売機すらなんか田舎暮らしが長くなるとなんかすごって思って動画をねついつい撮ってる自分がいました。でこの成田空港から出ている電車に乗って、でこれから下北沢を目指していきます。で今日は私ダンスのレッスンをね、東京にいた時は、毎週受けてたので、やっぱり定期的に受けたいと思って、帰省した時はレッスン受けるようにしてます。まあ、久しぶりの電車、なんかめっちゃ懐かしいというか不思議な感じがしました。一番この端っこに乗るのが私は好きで、なんか落ち着くなって思いました。でこの屋久杉のお守りがね、なんかいい匂いでね、なんか都会にいながら森の中にいるような気分に慣れて、ちょっと心強くなりました。落ち着く、可愛いよね。で一旦渋谷で乗り換えをします。うわ、なんかすごい人だよね。なんか屋久島に慣れちゃうとさ、この景色がなんかまるで映画の世界みたいに感じました。でレッスンまでちょっと時間があったので、ヒカリエに立ち寄ってお買い物をしました。久しぶりの買い物、楽しかったです。これから井の頭線に乗って下北沢に向かっていきます。やっぱり渋谷っていうか東京ってさ、この地下道が本当に多くて、路上ってほとんど歩かないで済みますよね。私も東京の生活長いので、本当地下道が頭に入っちゃってて、ほとんど路上歩かないです。下北沢到着です。無事に迷わずつけてよかった。なんか久しぶりに来ると、久しぶりっていうか前回帰ったの11月なので、11、12、1、2、3月、まあ、5ヶ月ぶり、そんなに時間が経ってないように感じるんだけど、それでも駅前の様子結構変わってました。新しいお店ができたり、潰れてるお店があったり。でなんか私すごい方向音痴で迷子になりました。でレッスンに参加して楽しい時間を過ごしました。久々の東京なのでレッスンのはしごをしてしまいました。やっぱりね、このエアリアルシルクリングっていうのは、こうレッスン受ける場所がとっても少ないので、こうやって、受けれる東京にいるっていうのがね、めちゃくちゃ貴重な時間だなって思います。
場所が移動して下北沢から六本木までやってきました。レッスンのねこのはしごうまくできなくて、なんか電車すごい乗り間違えちゃって、あのゆとりを持ってスケジュール立てたつもりなのに5分10分遅刻しちゃいました。でめっちゃ焦ったので撮影もせずにちょっと六本木まで来ちゃったみたいな感じです。ピタパンのお店に来ました。私お肉が食べれないのでこういったなんかビーガンサンドが好きで、東京にいた時は、まあ、食べに来ていました。このお店はね多分新しくできたばっかりで初めてだったんですけど、他の場所とかでも結構ピタパンは好んで食べてました。で頼んだのが、まあ、ピタサンドとあとかぼちゃのスープとあとビールです。やっぱりねビールはなんか東京にいると飲みたくなっちゃうんですよね。もうついついっていった感じです。まあ、ビール頼むからハーフサイズでいいかなって思ったらなんかやっぱハーフちょっと小さめでした。でも具だくさんでね、たくさん入ってるなって印象はあるんですけど、そのままガブガブ食べるとちょっと中身が出ちゃいそうになるので、まあ、最初はこうスプーンとかでこぼれないように取って食べていました。私がピタパンを初めて食べたのはニューヨークに 2,3 週間旅行で行った時でした。私豚肉がねアレルギーで食べれなくて、で牛肉とか鶏肉もちょっと体調がねいまいちになるので、食べません。で当時はあのなんか魚もあんま美味しく感じないなとか、卵もバターもチーズも全部嫌だなって思ってた時があって、その時は本当に完全ビーガンでした。でビーガン料理屋さんを検索したらピタパンが出てきたので、で、まあ、それで、まあ、行って美味しくて、で東京帰ってきてからもあピタパンって美味しいと思ってあのお店探して、で、うん、なんかちょこちょこと食べに行っていた、まあ、そんな思い出のパン、ピタパン、ピタサンドでした。でニューヨークは何しに行ったかっていうと、なんかブロードウェイミュージカルが生で見たいとかって思って、でアラジン、キャッツ、ウィッチ、あとファントムオブオペラとか、なんかいろいろ見ました。たくさん見ました。見に行ってきました。あとはなんか普通に散歩したりのんびりして過ごしたんだけど、セントラルパークとかなんかね、いろいろザっていう場所に行って観光したっていう、まあ、思い出があります。でもねニューヨークまた行きたいかどうかっていうとなんか全然行きたい気持ちにはならなくて、なんかスピードが速いなっていうのがなんかその時当時感じました。みんな喋るのも速いし歩くのも速いし、なんかせっかちだなっていう感じがして、なんかちょっとしんどくなるから、そのミュージカルとか公演とかは楽しいけど、その本当にザっていう場所ではちょっと楽しめないなっていうのがまあありましたね。でまあ東京も、まあ、ニューヨークみたいな都市ではあるので、やっぱりちょっと東京っていうのはもともとね私東京に長くいたんだけど、やっぱせかせかしたりさなんかするとしんどいなって感じることは、まあ、なんか思い返せばそういえばあれあったなとかって思いました。例えば生活の中で言えばコンビニに入ってこう列が並んでるじゃない、結構お客さんの列が長い時に自分がお会計をするっていう時に早くなんか動かなきゃいけないみたいな、なんかそんな緊張感みたいなのがあるのがちょっと苦手でした。こうスムーズにお会計をして買ったものをすぐ袋に詰めて早くそこから立ち去ってその列を解消しなきゃいけないみたいな、お客さんとして買いに行ってもなんか早くちゃんと動かなきゃ人に迷惑かけちゃうっていう、なんかそういう緊迫感がね結構私
なんか気にしいだからか結構あって、そういうのがしんどかったり、あと電車とかこう人の波、なんか都会って人すごいじゃん、その人の波に逆らうことなくうまく歩かないといけないみたいな、なんか考えて立ち止まっちゃいけないみたいな、なんかそういうさ、なんか苦しさ、まあ、それをナチュラルにできる人もいるんだろうけど、私はなんかそういうのがね、こううまくできなくって、まあ、うまくはできるんだけど、それがなんかナチュラルにはできなくて、なんか人に常にね迷惑かけちゃいけないとか、そんななんかことをね感じて生活してたので、まあ、今思い返せばかなりしんどかったなっていうふうに思います。でも都会の良さもあるので、こうやって美味しいご飯食べて一人でビールを飲んで、なんか街の景色とかを見てると、あーなんかこうやって都会でね女一人で頑張って過ごすっていうのもすごい楽しかったなとかって思って、うん、なんかとっても懐かしい気持ちになりました。ご飯とビールでお腹がいっぱいになるとなんだか満たされた感じがしました。ごちそうさまでした。で、六本木駅から歩いて移動します。西麻布にあるテルマー湯に向かって歩いていきます。で、私六本木も縁がある場所だったので、歩いてるだけでやっぱりとっても懐かしかったです。で、この富士そば、朝まで飲んだ時はここでちょっとそばを食べて帰るっていうのがいつもの感じでした。で、テルマー湯、まあ、新宿にある店舗にしか行ったことなかったんですけど、ここなんかワンルームの宿泊ができる施設、まあ、スーパー銭湯みたいだったので、今回ここに泊まることにしました。鍵をガチャッと開けて入ると、まあ、部屋自体はそんな広くないけど、まあ、十分過ごせる広さの、まあ、ワンルームタイプのお部屋でした。まあ、トイレとかは、まあ、共同、まあ、その代わり、まあ、値段が安い、まあ、立地がいい割には値段が安くていいっていう感じの宿泊先でした。で、今夜もここで着替えて、館内着に着替えてお風呂に入っていきます。もうお腹もいっぱいだし、もう本当いろいろ満たされました。では、これでお風呂に入ってゆっくりとしようと思います。今回も動画を見ていただきありがとうございます。ちょっとでも動画がいいなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。で、まだ続き動画あるので、東京の続き動画あるのでチェックしてください。ではまたねー。